諸君らのような犯罪者を有効に利用した功績により召喚は勲功を賜った。一方で諸君らの中に命令に対する者があれば独房が待っている。それを忘れないことだ。不満を述べる自由すら諸君らは囚人となる身を選んだ時に自ら捨て去ったのだ。さて諸君らの有効利用だ。エルジア領内への強行偵察を実施中のオーシア空軍所属部隊がある。だが事情により帰還ルートが変更されることになった。新しい帰還ルート上にあるインシー渓谷は風光明媚なカルスト地形の奇岩地帯だが、そこの山肌に隠れるように点在する敵のレーダー施設及び対空兵器が脅威となっている。諸君らの任務は自らの危険を顧みることなくそれらを破壊し、この部隊を無事帰還させることだ。ただし攻撃を察知した敵の迎撃機と交戦する可能性も十分ある。そのことも忘れず、まともに飛べる機体を選べ。あいにく天候は最悪だが、出撃を拒む理由にはならない。繰り返すが、諸君らの帰還は重要ではない。強行偵察部隊を無事帰還させることが任務であり、服役囚に期待される罪の償いなのだ。救援を要するミッションだ。目標は敵のレーダー施設と対空兵器。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い。雷雲まで近づいているとのことだ。運がないなお前ら。おい、この作戦を立案したのはどこの大馬鹿野郎だ。質問は許可しない。第444航空基地飛行隊、こちらサイクロプス1。サイクロプスとストライダーの2小隊で現在7機。雷をよける。どうやるんだ。我々は予定外の戦闘で兵装を損耗し、敵への対応が難しい。生還できるかは気分が次第だ。サイクロプス1、こちらバンドック。予定時間までには終わらせる。バンドックか、いいな。では頼んだぞ、バンケンの。岩山が切り込んでいる。注意しろ、機体のコースは。目標施設の破壊を確認。いいぞ。どこを探した。ここに刑務所には戻りたくない。俺の足を引っ張るな。スペアセフティ、目標破壊。着氷に気をつけろ。山が近い。激突に注意しなくちゃ。死にたくなければ高度に注意しろ。聖剣の隠密偵察機だと。レルジアを駆使だと。遺跡を調べてるとかいう話だ。それ以上はつかめなかった。さすが早いな。秘密兵器でもあるんじゃないのか。情報の壁があるんだよ。
大馬鹿野郎だ。なるほどな。バカでなければアーマ飛べ。第444航空基地へ誘導する。燃料が持たないだろう。感謝する。基地で彼に会えるか。関わらないことだ。滑走路確認、着陸を許可する。生きて戻ってきたんだ。ヘマをするなよ。速度が速い、減速しろ。あと2マイル。右旋回しろ。あと1マイル。機首を下げろ、高度は高い。帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。そいつは恐ろしく無理も無駄もなく近づいてきて、防空戦闘ではそこそこやってのけてた連中が何人かあっけなく食われたらしい。前にじいちゃんに聞いた話を思い出す。じいちゃんが現役だった終わりの頃にもそういう敵が現れて、みるみる目の前で編隊が全滅していったという。深のいる海に投げ出されて漂流する男たちみたいに水面下から近づいてきて、気がついた時には遅い。足を加えられて水の中深く、次々と。今回の敵もそういうやつだったという。にしちゃ帰ってきたはずが多いじゃないか。よその部隊の編隊がそんな敵に食われても、こいつらは見捨てて帰ってきた。いや、なんてことだ。2、3機多い。よその機体が混ざってる。護衛対象が撃墜され、にもかかわらず貴様らは帰還した。独房へ行き、そこで自分たちの価値を天秤にかけ直せ。全員連れて行け。そうか、生き残ったパイロットがこの基地に着陸していると。よし、できるだけ丁重に看護してやれ。食事も十分に。彼らの報告